一人ぼっちには気焼きなの繋がっていたいる自信なくな思いのままレオレッツミスベビー系な趣味のようなハピネス君の耳の奥へホーミング逃げちゃダメよ浴びてたのずつサナイたのずつサプライズ選びなんていらないよね後で気づいたっても遅い因縁であげないんだから誰も気づいてあげろ